皆さんおはようございます。改革クラブの神田です。一般質問の許可をいただきましたので通告に基づき行います。まず質問の第1点、アラスダム問題についてです。昨日の笹本議員の質問と重なる部分もありますが、ダム撤去を夢見て信じてこられた人たちの気持ちを少し分けてもらって質問するものであります。ご理解の上お付き合いご答弁願えればと思います。6月4日知事のアラスダム撤去方針凍結の表明があって以来、この半年間特に最近非常に多忙な生活でありました。そしてついに先月の27日に資金面で不可能としてアラスダムの存続表明がなされました。知事の凍結表明以来ある程度予想されていた結果ではありましたが、それでも球磨川は宝だ、清流を守るとして川辺川ダム建設計画について白紙撤回の表明があったこともあり、一旦凍結はしたものの、アラスダム撤去をこれまで通り進めるという決断を下されるものとして知事の理解に一輪の望みを託してきました。実際現実のものとして耳にしますと、これまでのさまざまな活動、いろいろな人たちの話、知事の理解に一縷の望みを託した人たちの必死の顔が浮かび、思い出され、言葉では言い表せないほどの寂しさに打ちひしがれました。アラスダム撤去は民主的なプロセスを経て県民と県が交わした公の約束であります。日本全国、さらには世界からも注目され期待されていた公の約束であります。県の財政を大きな要因として挙げられていますが、相当な労力を積み上げて決断されたものがトップダウンに近い形でこうも簡単に覆されてよいものか、公の約束とはこうも軽いものかと非常に疑問に思います。プロジェクトチームの報告にしても内部検証であり、お手漏れと言われても仕方なく、その検証内容には疑問が示されています。有識者の会議を作るなり県議会などで討論する場を超えたからでも決然すべきではなかったのか、その決定のプロセスとその根拠に甚だ疑問、違和感が残り、強い不信感と怒りを覚えます。知事がよく使う言葉を借りるようですが、撤去の可能性を極限まで追求したというふうにはとても思いません。実施主体は県でありますが、八代市は当該自治体であり、いろいろ対応していかなければなりません。しかし残念ながら撤去方針の凍結の時も八代市には何の説明もなく何の協議もなく、坂田市長におかれましても不快感を表明されました。今回の決定後におきましても県からは説明が合っているようには伺いません。八代市は県の撤去方針を前提として半年までは撤去に向けた会議を重ねてきましたが、今回大した説明もなく知事の撤去方針の凍結表明、そして今回継続の方向でという県の都合に振り回されてばかりいるようでありません。市長は提案理由の説明でも振られましたが、知事の苦渋の決断としながらも市民間の対立感情を認められ、
県の説明責任を求められています。さまざまな感情が渦巻く中で全てを吐露してくださいとは言いませんが、今回の知事の対応なども含めてもう少し詳細な所見を市長に伺います。2点目として水亀論の についての認識としています。今回の県の判断説明の中で市民間の対立感情が生まれた最大の要因として水亀論があります。撤去方針が前提ではありましたが、八代市の対策会議においては水の安定供給については一定の方向性が確認されていたように理解しています。アラセダムには利水機能はない中で突如と言われ始め、企業局が煽ったという感が拭えないのですが、このことについてアラセダム撤去対策検討会議の座長を務められました副市長に検討会議の経緯について確認をしたいと思います。また知事の判断する過程においていろいろ検証がなされましたが、水産業環境に与える影響は定量的に測ることはできないとして、その効果をプロジェクトチームは報告しませんでした、積算しませんでした。知事の判断以前でも一部マスコミは環境の値段を干潟の面積と漁獲量をもとに積算し、その投資額まで弾き出しています。知事の発表後は学識者により県の環境生活部と農林水産部を交え、清流が戻った場合のプラス効果まで論じるべきだったと断言しています。アラセダムが水産業及び環境へ与える評価をどのように捉えているのか、八代海の干潟の減少も論じられていますが、八代海の実態の報告も含めて伺います。最後に今後の対応としていますが、この問題について今後どのように対応していくものであるのか、この問題の総括的な話を含めてお聞かせください。次に2点目として山林の固定資産評価についてとしています。このことについては3年前に質問したことでありますが、なぜ3年前かといいますと、固定資産評価額の算定外が3年に1回行われ、21年度からは新しい評価額で課税されます。この時期にその協議が行われているはずですが、前回の質問で山林の状況についていろいろ話をさせていただき理解を求めたものでしたが、その状況は好転するはずもありません。資産価値のないものに対して課税される、その評価は実勢より高いような設定がなされている。しかも坂本町では地籍が確定次第課税されていくということで、数多くの悲鳴に似た声が寄せられました。そして現在も地籍調査を行っていますが、不安の声ばかりです。今回の協議においてその声は反映されているのか、どのような協議がなされたのか伺います。以上で壇上からの質問を終わり、再質問については発言責任を行います。市長、坂田隆史君。質問の1点目についてお答えをいたします。先日の答弁におきましてもお答えをさせていただいたところでございますが、まだまだ流域住民や地元関係者から
さまざまな意見が出されていた最中であったことから、知事におかれましては、これらの意見にもっと耳を傾け、もっと丁寧に十分話し合いをしながら、地元住民の皆様方のご理解を求めた上で、結論を出すべきではなかったかと思っております。現在のところ、蒲島知事のダム存続の表明について、正式なご説明をいただいておりませんので、まず県からの説明をお聞きしたいと考えております。荒瀬ダムは昭和29年の建設以来、50年以上の発電事業により、時代の要請に即して熊本県の発展に寄与してきたところであります。しかしながら、水質汚濁等をはじめとする環境の問題や水害との関係、漁業への影響など、地元住民の生活に対しては、県企業局から十分な対応がなされたとは言い難く、地元におかれては大変な苦労を強いられてきたのではないかと感じております。亀田議員も地元としていろいろとご苦労も多かったのかと拝察申し上げます。そのような中、6月4日、知事から突然のダム撤去凍結の表明以来、市民の間にはいろいろなわだかまりや対立を生み出してきたところであります。このことを踏まえ、市といたしましては、市民の皆様のさまざまなご意見やご要望を拝聴してまいりました。去る11月12日には、それぞれのお立場からの貴重なご意見を知事にしっかりとお届けすることが、地元市長としての重要な役割と考え、地元の方々の生の声を知事に直接お伝えしてまいったところでございます。知事におかれましては、そうした地元のさまざまな思いや考えを重く受け止められ、熟慮の上での苦渋の決断をされたものと思っております。しかし、一方では、これまでの県の説明では、地元振興策などについての具体的な提示は一切なく、まだまだ不十分であり、今後、環境や地域に十分配慮し、流域住民が安全安心して生活できるための道路の整備や宅地かさ上げなどの防災対策の実施をはじめ、地域の伝統、文化、歴史、産業など生活全般にわたるまちづくりや地域の課題解決に向けての地域振興策、あるいは鮎などをはじめとする魚族の保護育成など漁業振興策、さらには必要な対策、泥土除去や水質汚濁の解消など豊かな生態系を取り戻すための環境対策などをしっかりと講じていただくことが何よりも不可欠であろうと考えております。また荒瀬ダム問題により生じた市民間の対立感情を一日も早く解消するために、県におかれましてはこれまで以上により丁寧で説得力のある説明をされることが極めて重要であると、このように考えております。はい、以上。亀田秀夫君。市長におかれましては、県議会議員時代に撤去方針の、答えを引き出された実績もある中で、今回、土地改良組合の理事長という立場もあり、八代市長として微妙な立場に置かれながらも、この間、住民の意見聴取をされ、その声を知事に届けるということで対応していただきました。ご配慮いただいたと思っています。県議会においても自民党の中でもこのことについて一本化できないようですし、蒲島知事を支援した議員の間でも
知事の手法、決断について数多くの質問が寄せられているようであります。本日の新聞紙上でもありましたが、昨日の県議会でも4市がアラスダムについて質問を行っており、ですね、撤去法費試算の信憑性を指摘、時間を求めかけて再検討するように求めたというような記事が載っております。でさらに今伺いましたが、すでに知事の表明から10日以上経った現在でも県からの正式な説明がないという状態ということでございます。いくらですね、県議会の改革があったとしても、何らかの形で説明があったのあったでもあってもよかったのではないかと思っております。この日も含めてですね、しっかりした説明を求めていただきたいと思います。では次お願いします。佐藤副市長。おはようございます。議員ご質問の荒瀬ダムのご質問の2点目についてお答えいたします。平成14年12月の県議会におきまして、塩谷前知事が荒瀬ダムの撤去を表明されました。その後、県が設置されました荒瀬ダム対策検討委員会におきましては、撤去工法など河川内の検討のみで、撤去に伴う周辺地域への影響など地域対策については検討がなされず、地元住民の不安が解消されていないという状況にございました。そのため平成18年5月、八代市において荒瀬ダム撤去対策検討会議を設置いたしました。亀田議員をはじめ検討会議に参加されました委員の皆様方には、幅広い検討項目につきまして熱心にご協議をいただきまして、10月までの短期間に6回の開催を重ね、同年12月に結果を取りまとめ、知事宛て要望として提出した次第でございます。内容といたしましては、ダム撤去にかかる総合的な検討体制の設置を行った上で、利水問題、環境問題、対砂泥土除去、水位低下、代替橋、ダム撤去に伴う諸問題などにつきまして要望してございます。とりわけ利水問題につきましては、重要項目として初回から熱心にご協議を行っていただき、最終的には荒瀬ダムの撤去に伴い農業用水、工業用水、水道水の取水に影響を及ぼさないということを柱とした内容として取りまとめたところでございます。撤去を前提といたしましたこの会議の中で、委員の方々から、平成6年の大渇水の時には荒瀬ダムで貯水しているある水を放流したとの発言があり、県の究極からは荒瀬ダムについても、10月から発電機を止めダムから放流を続けたとの報告がございました。その上で、検討会議として渇水時の対応については、従前荒瀬ダムが果たしてきた機能も含め取水への影響を最小限とするようできるだけの対策を講じること、具体的には渇水時に上流ダムからの必要な補給がされるよう関係機関と十分協議を行い、あらかじめルール化することが要望項目として取りまとめられたところでございます。このことから荒瀬ダムが渇水時において役割を果たしてきたことについては一定の共通認識があったのではないかと考えております。以上お答えとします。はい、以上。亀田秀夫君。ありがとうございます。まあ、非常に微妙なコメントを求めましたが、まあ、このことで不明ということでございませんので、まあ、ご理解願いたいと思います。平成6年の時の渇水所は確かに放流があったそうですが、この時は、まあ、発電する水がなかったから下流に流したという注釈があるようでございます。誰しも水は必要なものであり、その加工が重要であることは十分認識するものです。その認識の中で利水問題として検討会議で協議し、
渇水時には取水への影響を最小限とするように対策を講じ、上流ダムからの補給がなされるよう関係機関と十分協議することをあらかじめルール化するということで要望されたということでした。まあ、荒瀬ダムが撤去されることが前提の中で、利水については必要な水の確保を上流ダム、瀬戸石ダムとの調整で確保するように求めたということで、まあ、そのことの確認でこの項を終わりたいと思います。次お願いします。農林水産部長。おはようございます。議員ご質問の3点目についてお答えをいたします。本市における過去5年間の漁獲高は、旧八代市関係で申し上げますと14年度が約3億4000万円、15年度約2億3000万円、16年度約2億5000万円、17年度約2億1000万円、18年度2億4000万円となっております。年度ごとの増減はありますが、近年においては主にアサリ貝の生産が伸びております。また魚種別に漁獲高を見てみますと年々変化しており、台風接近に伴う海面拡張とによる海域環境の改善や数年おきの稚貝の大量発生の反面、豪雨時の河川増水などによる淡水被害の発生など天候や海域環境に大きく左右されると考えられております。一方、荒瀬ダムを管理する県企業局においては、ダムが与える球磨川八代海の漁業への影響について、ダムによる球磨川八代海の水産資源に対する影響の程度を定量的に示すことは短期間で技術的に極めて困難であると回答されております。このように漁獲高の増減はさまざまな要因が考えられることから、荒瀬ダムが与える水産業に対する影響について一概に申し上げることはなかなか難しい状況でございます。現在金剛地区におきましては、平成19年度よりアサリ貝の増殖を図るため、荒瀬ダム上流の良好な砂を利用して副砂事業を実施しているところでございますが、稚貝の定着に良好な結果が出ていることから、今後漁獲量の増加が見込まれております。今後とも漁獲量の増加が見込まれる事業につきましては、ダム問題にかかわらず引き続き実施し、水産業の振興が図られるように県に対して要望してまいる所存でございます。次に八代海の干潟の現状でございますが、本市において調査した経緯はございません。資料といたしましては、1977年から1978年度にかけて水産庁や関係検討などにより干潟の調査として九州西海岸海域干潟分布調査が実施され、また2003年から2005年度には前回調査との比較を目的とした八代海域干潟環境調査が実施されております。その調査データによりますと、宇城市から本市海域にわたる八代海東岸北部では干潟が約430ヘクタールほど減少しており、その理由として、これらの海域では大小の入り江奥部に分布していた干潟が埋め立てなどにより消失したとされております。このうち埋め立てが約83ヘクタールを占め、他につきましては特定されておりませんが、
航路等の浚渫などさまざまな要因が考えられるところでございます。以上お答えといたします。はい、以上。亀田秀夫君。詳細に報告いただきました。ありがとうございます。漁獲高については相場もありますし、まあ、過去5年間では上下していて判断できないようです。昨年はアサリ買いが好調のように大変好調のように聞きました。経済企業の委員会でも視察でもですね、大変良好な漁場を確認いたしまして、なんですか、その漁場に入ってみればまさにこう手ですくえば貝ばっかりですね、まさに湧くと、貝が湧くという感じでありました。ダムの影響については自然が相手のことでもあり、天候や海域の環境に漁獲は大きく左右されるなど、さまざまな要素があり、水産業環境への影響を図るということは困難ということでしょうか。ですが昨日の笹本議員の話もありましたし、経済価値を図るという作業を行われております。漁民による食料活動も最近では活発に行われており、何らかの影響があるということは確かであります。複数事業を実施し、違いの定着に良好な結果が出ているともありました。また干潟の調査では大規模な面積が減少しているにもかかわらず、原因の特定がなされていないということであります。球磨川のアユについては報告がありませんでしたが、一昔前には夏などでは坂本でも釣り人を多く見かけたものであり、瀬月時期には朝から川に入ってですね、もう一生懸命こう石曲げて、その光景がですね、その時期の風物詩としていうこともあったんですが、最近ではあまり見かけなくなりました。そして鮎もですね、なかなか口にすることもできなくなっているような状況です。すくい上げでの放流事業も行われておりますが、すくい上げ量は減少の一途のようです。漁道も国交省より作られました。ですが下流には水が流れず、漁道にたどり着くことが難しいという状況があります。同省の国交省の事後評価でも、ダム撤去がなされれば魚類の生息環境はさらに良好になるとしています。水産業環境に与える影響は定量的に測ることはできないとしていますが、水産資源の復活は地元住民、八代海、白縫海漁民の最も大きな期待があります。いろいろな事業を実施していく上では検証することは是非とも必要でありますし、撤去存続にかかわらず有識者を含めた調査機関などの設置をするとか、専門家に調査依頼をし将来を見通すとかというような作業が必要だと思いますし、望むものでありますが、このあたりについてはどのようにお考えでしょうか。企画振興部長。次席よりお答えをいたします。市といたしましては、県に対して環境や地域に十分配慮し、鮎をはじめとする魚族の保護育成など漁業振興策、さらには必要な大佐、汚泥除去や水質汚濁の解消など、豊かな生態系を取り戻すための環境対策等を講じていただくよう強く県に対して要望してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。はい、以上。亀田秀夫君。先日の新聞でもありましたが、ロギダム問題で天草市は県に対して被害実態に調査を求める方針だとありました。
このことについてはやはり当該自治体の責務だと思います。八代市においてもです、このような必要な事項についてはですね、十分な調査を行った上、対策を講じていただくよう県に対して強く要望していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。次お願いします。企画振興部長。議員ご質問の今後、市の今後の対応をどうするのかというようなことについてお答えをいたします。最後、去る11月25日に県庁内に設置されました荒瀬ダム町内プロジェクトチームの検討内容の報告を受けたところでありますが、存続に関する結論の説明はいただいておりませんので、まずは県からの正式な説明をお聞きしたいと考えております。その上で11月12日に知事へお届けした意見書に挙げた4つの対策につきまして、知事はどのようにお考えか改めてお伺いしたいと思っております。県には1点目に流域住民が安全にかつ安心して生活できるための道路の整備や宅地かさ上げ等の防災対策の実施、2点目に地域の伝統文化歴史産業など生活全般にわたるまちづくりや地域の課題解決に向けての地域振興策、3点目にアユをはじめとする魚族の保護育成などの漁業振興策、4点目に大佐汚泥除去や水質汚濁の解消など豊かな生態系を取り戻すための環境対策、これらの対策をしっかりと講じていただくことが不可欠であると考えます。今までの県の説明では地元振興策などについての具体的な提示はなく、まだまだ不十分であると思っております。今後県においてはさらに皆様のご理解を得るために真摯な努力が必要となるだろうと考えており、今後も引き続き県へ強く要望してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。亀田秀夫君。はい、どうぞよろしくお願いしておきます。荒瀬ダムができて50数年、これまでダム上下流の地域住民が受けてきた被害、苦痛、環境破壊、川海の生態系破壊がありました。そのことについて誰が責任を取るのでしょうか。今回のプロジェクトチームの検討結果についても、これから長期間の計画を想定しての話ですし、九州電力との売電契約についても長期の契約を想定しています。一旦設備を更新してしまえば撤去などとは考えられなくなってしまいます。50数年間の地域住民の声に真剣に耳を貸さなかった県企業局の姿勢、ここに来てダムと環境の調和、あれもやるこれもやると言っていますが、これまでのことについての言葉すお詫びの言葉すらない中で今でも不信感あらわであります。県の財政状況を見ての判断と強調されていますが、県の財政再建はもちろん県の責任ですし、必ず行ってもらわなければなりません。そしてやりくりし、その中でやりくりしながら公の約束を実行するというのが本来の姿であって、お手盛りと言われても仕方ない情報できちんとした説明もなしに自らの約束を覆すこのやり方に強い疑問を持ちます。私たちはこれまでも荒瀬ダムを撤去を現実としてまいりました。売電契約は水面下で進められたようですが、水利権の更新についてはこれからのことであり、国交省と県の協議で進められるという話もありますが、
地元との合意があればそれに越したことはないとしていますし、参加型民主主義を標榜する知事において地元の意見を全く無視するということは、それは絶対ないと信じています。市の方からも慎重にことを進めて住民の理解説明ができるやり方を進めてほしいとご提言いただきたいと思います。私たちの願いはあくまで撤去であります。これからもそうでありますし、求めていきます。そのような願いがあるということを確認願い、適切に対応していただくことを切にお願いいたしまして、この項を終わります。次お願いします。総務長。議員ご質問の山林の固定資産評価についてお答えをいたします。固定資産税の評価につきましては、地方税法に基づきまして3年ごとに評価を見直す制度となっております。市町村合併後の新市になってからは平成18年度に評価替えを実施しており、次の評価替えは来年平成21年度となっております。平成18年度の評価替えでは、山林の評価につきましては合併後の新市全体の均衡を図りますために評価の見直しを行っております。また平成21年度の評価替えにつきましては、市としましても国内産木材価格の低迷により林業経営は大変厳しい状況に置かれており、これらの状況を踏まえまして森林組合や林業経営者などの意見や不動産鑑定士による鑑定価格をもとに評価の見直しを行っております。これら見直しの結果、山林価格につきましては市内全域におきまして下落する見込みとなっております。山林の評価につきましては、地方税法に規定いたします固定資産評価基準に基づきまして各市町村が評価することとなっております。また各市町村が評価した価格は同基準に基づきまして熊本県では固定資産評価審議会において審議がなされ、県内の価格の均衡が図られます。さらに県と同様に国においても総務省の地方財政審議会で全国的な山林価格についての審議がなされ、全国的に価格の均衡が図られます。その後最終的に各市町村において価格を決定するという流れになっております。このように市としましても現在山林の置かれた状況を認識し評価の見直しを行っておりますが、山林の価格につきましては地方税法の規定に基づきまして評価を行い、国県で審議を行った後県内および全国的なバランスが考慮され決定されますので、何卒ご理解をいただきたいと思います。以上お答えといたします。はい、以上。亀田秀夫君。はい。現状をご理解の上、調査をされまして実調査を実施され、評価を行い、県との協業をなされていることで理解したいと思います。まだ確定しない中ではっきりしたことは言えないのでしょうが、配慮がなされているものと思いますし、期待したいと思います。税収の確保については、財政の基盤ですからしっかりやっていかなければならないのですが、本当に悲痛な願いがあります。大した収入はない、ほとんど収入はないのに、山を持っているばかりに先祖からの財産にと、それに税金を払わなければならないと、必要に直訴しようと、そういう人たちもいるんです。このことは近隣市町村との均衡ということもあり、国県の審議を行わなければならないということもありますが、やはり一番身近な行政はこのようなですね、悲痛な声というのをしっかり届けてほしいと思います。よろしくお願いしておきます。
そして今回申しませんでしたが、山林のですね、保安林化ということもですね、引き続きご検討を願いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今回通告した2点については、どちらも市に決定権はないものでありますが、住民の切なる願いであります。本当に切なる願いです。先ほど申しましたが、もう市長に行くばいと、そういう話もあるんです。どうぞですね、その日の切なる願いということを十分ご理解願いまして、適切な対応よろしくお願いしておきます。これにて一般質問を終わります。